はい、こんにちは。おはようございます。マイクラやります。雨です。誰もいない。あ、誰か来た。いらっしゃいませ。マイクラやります。いらないものをしまって交換して、今日は海底神殿の水抜きをちょっとやった後に、海底遺跡の砂掘り掘りとか今まであんまりやってこなかったところをやっていこうかなと思います。地面に埋まった遺跡とか見つけたりとかしたいですね。いろいろやっていきますのでよろしくお願いいたします。まずは水抜きからですね。水抜きももうね、半分ぐらい終わったかもしれない。キム・ジョンホさん、おはようございます。もう誰も来ないと思って気を抜いてました。いらっしゃいせー、いらっしゃーす。で、夫はいつも見ている夫じゃないですけど、ありがとうございます。あ、夜か、寝に行かなきゃ。こんなに水抜けました。そして入り口出てきま…うわぁ、雷だ。ちょっと怖い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 。雷雨でしたね。すん、寝ます。ほら、ついに入り口が出てきましたよ。海底神殿のここが例のヤーツーです。こんなに綺麗な状態で水抜きするの初めてです。ファンの音やばい。パソコン掃除した。パソコンももうノートパソコンだからずっと掃除してないですよ。ファンの音はもともとすごい。ちょっと話すか、マイクをちょっとパソコンから離して、パソコンからちょっと方角を変えてみよう。声聞こえますか？聞こえますか？聞こえてればよし。ちょっとパソコンに向けすぎてたかもしれない、マイクを。とはいえもうこのファンの音はもう買った時からずっとですよ。隣の部屋にいるから問題ない。いませんから。よいしょよいしょ。はいよー。いいね。昨日はドッジボール配信が終わった後にね、メイドインアビスのなんか劇場版かな見ながらひたすら水抜きをしてましたね。ちょっと水抜き作業はなんかやりながらできるので、なんかやりながらっていうか見ながらできるから助かってます。首が痛くなる。
そんな痛そうなものを見ながら、確かに痛そうだった。でも無になれる、水抜き作業は無になれる。無になっちゃいけない。今日は喋りながら頑張ります。はいはい。あ、いいねいっぱいありがとうございます。なんか自分が前からやってるからかね、TikTok ライブをこう上にスワイプしてると、あ、なんかあそこ一個残ってる。マイクラやってる人の配信がおすすめに出てきて、楽しませていただいてます。いろんな人の動画配信。あ、やばいやばいやばい。もう本当にね、ガーディアンが嫌いすぎて、クジラの声。あ、ガーディアンいる。やっちまいな。オッケー、よいしょ。はいはい。なんか上が残っちゃった。え、よいしょ。嫌いすぎてトラップを作って無限に狩りまくる。北条桃桜に目をつけられたばかりに。いや仕方ないんだ、あいつらは本当に怖いから、根絶やしにしないと。キム・ジョンホさん、今聞いてますかね。セブンデイズ・トゥ・ダイのミーアちゃんご招待の日が10月5日に決まりました。なので一応お知らせしておきます。10月5日にいらっしゃいます。早すぎますか。夜更かし作業しなくていいですよ。10月ですからね、まだ2週間ぐらいあると思うんで、無理だけはしないでくださいね。困っちゃう。ほい。で、こう昆布も焼いてるから燃料に困らなくなりました。あとどうしようかな、ちょっと横のこれ削っちゃおうかな。大丈夫そうよね、削っちゃおう。いた、もうこういうことするから見えないとこからさ狙うの良くないと思うな、本当に。あいつ全然気づかなかった。いる、こっち見てる。もうほら来た。もういい、来なくていい、来なくていいから、お前はもうやめろもうほんとやだ。え、何入ってきてんだよお前は。そんで逃げるな逃げるな逃げるな、卑怯者。やだやだ、もうあいつ大嫌い。もうやだ、もうどっか行ってよ。まだ生きてんの？もういいよ。ほら、こんな遠くまで来ちゃったじゃないか。どういうことなの？
ほんと厄介、危ない、死にかけてた。いやーね、ほんとに静かなる海底作業。あとここスライムも湧くようになったんですよね。だからここをこのまま残しておけばスライム狩り場としても使えると。いる、こっち見てる。なんでいるんだよ。うん、そう、スライム美味しい。そうだね、確かに。あ、ただね、リードね、あれからも作れるみたい。あの米を作った後に出てくる、なんていうんだろう、藁じゃないけど、それからもねリード作れるんですよ。だから、まあ、無理にスライムを刈らなくてもリードが作れる。そうそう、拾っていいですよね。なんかスライムがないとリードが作れないっていうのも意味わかんないから、もともと。ありがたいですわ。よし、まだこんなもんか。もうちょっと削る、向こう側削る。なんかね、どうしよっかなって思ってるのが、この中のさ、ここ石に半分飲み込まれてて、半分以上この下の部分が。でこの なんていうんだろう、柱がないんですよ。もうもともと全部石になっちゃってて、石の部分は無理にさ掘らなくてもいいのかなって思い出して、ここまで掘ったらもう掘るかっていう気持ちもあるんだけど、もうどうしよう、こう迷い続けてるうちにこんなに掘っちゃった。そう、不良神殿なんですよね。罠だけじゃ抗ったりすると気がするから、そういうこと。あ、縄か。これはこういう仕様なんだよね、きっとね。ここもなかったのかな、 岩になっちゃってた。なんかよくわかんなくて、どれが正しい形なのかっていうのがわかんないんだけど、とりあえず向こう半分はこの柱がない。で、そう、ここはね、そう、そもそもあれもなかったんだよ。スポンジ部屋もなかったから、うん、ダメ神殿ではあった、そもそもが。寝ますか。いろいろダメ神殿でしたけど、水抜きをして立派になって全ての姿を皆さんに見せて、見ていただきましょうね。金ブロックはありました。4つかな、あった。金ブロックだけはあった。スポンジ部屋が本当になかったっぽい。よし、ゴー。1、2、3。1、2、3、4、5。ここかな。昆布目、1、2、3、4、1、2、3、4、これがもうだから嫌いなの。
やー、やめてー、もう4つじゃ不良。あ、そうなの、もっとあるの本当は。4つが最大かと思ってた。沈みながらやる。すごい狙われる。やばい、水が、息が、うひょー。海底神殿には金ブロック8つ、4つじゃない、あの真ん中のとこでしょ、あれ8つあったのかな、まあ、詰まってはいた中に金ブロックが。こっち側入ってきちゃダメじゃん。嫌い。後ろから狙われてる？もうやめてってば。1234、ふう、 2×2 の正八、ちょっと待って、 2×2 の、あ、危ない、落ちたら死ぬ、気をつけろ。ふう、怖い。2×2、 4つあった、8個あったかも。じゃ あ、ちょっと待って、8個あったわ、4つじゃないわ、8個ありました。そう言われてみれば8個だ、すいません、ありました。私の計算ができない病気がまた発病。8個だわ。2×2×2×2×28でした。記憶力もそうだし、計算ができない問題。金ブロックは1個目、ここももう1個攻略した海底神殿もどっちも8個あったと思う。次、もう負けるな、あんなやつらに。1、2、3、4、5、あ、タコス食べたい、タコスが食べたい。ってサラダですよね。あ、腹減ってきた。なんで、朝ごはん食べたばっかりでしょ。おばあちゃん朝ごはん食べたばっかりなのにもうお腹空いてる。朝ってお腹が空きませんか。
腹の成長期は全然ありがたくないよね。あーやだやだ、お腹は成長しないでほしいよ。すごい昆布の数、1、2、3、4、5、早く積んで早く積んで。隠れて隠れて、早く隠れて。1、2、3、4、入ってきた。あ、逃げやがって。ああいうところ、ああいうところが嫌い。すぐ逃げるじゃない。逃げるな卑怯者って。へい、3、4、5。お、ちょっと減ってきたかな、ガーディアンの数が。狙われなくなった。あー、嘘、狙われてます。やーね、もう。な、トントン順調ですわね。ちょっと抜いてくるか、水。あ、怖っ。右側落ちないように気をつけてください、私へ。危ない。なんか変、すごく変な水抜き。ここに、誰か飛び込んできたと思ったらやっぱりいた。ザブーンって音がしたんだよね。逃げるなよ、そっから逃げるなよ。 まさかのそっから逃げないでよ。もう絶対逃げられないから残念でした。本地先輩もがっかり。本地先輩はがっかりしない。頑張ってるから、なぜなら私は水抜きをこんなに頑張っているので。もう気づけば半分は終わってましたね、多分。なんかさ、 VCサーバーのさ、ガーディアントラップめちゃめちゃでかいじゃないですか。あそこまでやらなくてもできるのかな、ガーディアントラップって。今水抜きしてる範囲でやりたい、できれば。あんなに広くなくていいや。あ、でもあれか、岩盤まで掘らなきゃいけないんだよね。できるかな私に、果たして。夜だ、首が痛い。できはしそう。でもあそこまで水抜いた方が効率がいいのかな。そういう感じなのかな。難度高い、どしがたいね。どしがたいってさ、創作文字なの。他で聞いたことないんだけど。漫画で読んでて最初読めなかった、どしがたいって。このマップでサバ立てて労働者集めよう。あははははは。いや確かに、なんか TikTok でもやってると、参加したいですっていう人が何人かいらっしゃって。そっか、参加してくれるのか。でもなんか
ね、ボマーとか言ったら怖いじゃん。全てを破壊しに来ましたみたいなさ。せっかくこんな綺麗に残した海底神殿全部ぶち壊されたら私泣いちゃう。あとね、夜寝ないでやっちゃう人がいるからキムチョンさんみたいに夜は寝てほしい。はい、最初はこうで、こうこうで、ここで、誰だろう。いやいやいや、一人しかおらん。この下ね、あ、この下こうなって、あ、ここだ、ここ、この下は、あら、出た、まあ、出た、これ出てるよ、もうこれ出てる、やってるやってる。もうこれどうしよう、中ね、水抜きしたいんだけどね、これどうしましょうね、困ったな。中は中でやるかも。これちょっと一旦ここ塞いで、ポン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 と、で、これはここだけをこう塞いでおけば右に垂れるよね、きっとね。いでよ水使い、ほらほらね、もう完璧ですわ。で、ここを抜いてもこう水がこうなるので登れるというね、素晴らしい。あまりの素晴らしさにビール飲みたくなっちゃった。ビール飲みたい。あ、ちょっと待ってください。なんて読むんだろう。 MR キラさん、2000さん、フォローありがとうございます。フォロワー1万人目指してます。100万人目指してます。よかったらフォローいただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。よっこいしょよっこいしょ、いいね、はい、いいね、いった、いいよ、これでよいしょと、はい、よいしょと。そう、水はもうマスターです。今から夜まで飲もう。今日ね、夜ね、車運転するんですよ、ちょっと、なので飲めない。ほんでよいしょ、飲みたい。夫が運転します。無理じゃないですか、夫じゃないし。お、あと1列だ。あー、ここまで、あー、無理よ、ポン、はい、こうやっておくか。で、この中が水なんだよね。あー、どうしようかな、やろうかな、ここの中やらなきゃね。で、あの石ももう分かった、もう全部取ろう。分かった、もう全部取ります。夫とね、そう、夫と別の場所に住んでるからすぐ来れないんですよね。役に立たないというか、なんというか。夫といればいいのにな、常に車運転してって。登れよー。あー、ゆっくりね。はい、最後の1列抜いていきます。はいはい、お、うまいよ、いいよ、はいはいはい、よいしょ、
ほいほいほい。で、ここを掘っておくことにより、お水がきれいに収まる。はい。おー、取れた。きれいに取れました。ダイヤモンドのクワがそろそろ壊れる。まだか、なかなか壊れないね。いいね。でも埋めておきますかね。ほい。修繕？修繕ついてる。ついてます。一段下か、ここは。ここがもう一段下なのか。あ、そうだ、あと村人ガチャもやりたかったんだ、今日。ここ、この星とか、あ、いっか、取っちゃい、取っちゃい。あら、この下に出てきた。うわ、びっくりした。いる、やだやだやだ。ちょっと帰って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 帰れ帰れ。閉店でーす。ホラゲだよね、マイクラってやっぱり。あのさ、マイクラといえばあれ見ましたよ、あの実写映画のプロモーション、なんていうの、ジャック・ブラックさん出てるんですね。見たい。でも実写って言いながらさ、結構 CG っぽかった。グロかった。まあまあまあ、グロいはグロいか。CG でしたよね、結構。実写とはみたいな。実写とはってなった。1、2、3、4、5、6。なんかあれどうなってるのこれ、1、2、3、4、ここか。あれちょっと待って、息がぶへー、ふう、痛い。この中ちゃんと水抜きたいよね。こうしとくか。こうしておけば、いや無理。あ、いいのか。ここからスッて入ってくれる。うん。中に明かりもつけて、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。明るくなった。しかもガーディアンが全然湧いてない。もう絶滅したかな。さよならだわ。通れない。これもう塞がってんのかな。おお、お、いけてるいけてるいけてるね。はい、できた。できてない。そこか。プン、よし、できた。あー、行かないで。そんな。私のスポンジ。スポンジ大事。
できた。え、スポンジ全部いるのかな、ちょっと確認してくる。ちょうど夜か、夜じゃない、夕方か。全員いる、よし、先輩全員いるわ。石類はすべてこちらへ。ひばごんさん、こんにちは、いらっしゃいませ。アイコン変えてきます。はい、いってらっしゃい。この下に潜っちゃったやつはなかなか取れないけど、もう諦めます。ティーティーヒ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 ー、よしよし。ハローフロムロシア、ウェルカーム、ハロー、アルテルさん、ウェルカーム、センキュー。おう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 、暗いね。オルタエゴさんだ、本当だ、オルタエゴさんだ。オルタエゴさんって弾丸論破だっけ。弾丸論破、弾丸論破いいよね。難しすぎて私にはもうずっと攻略サイト見ながら攻略しました。あ、人氏さんかな、フォローありがとうございます。いいね、ありがとうございます。オラオラ、ウェルカーム、グラシアース。フォローセンキュー、ありがとうございます。よしみエスパニョール、ちょっと待ってください、なんて書いてあるか。翻訳こんにゃくこんにゃく、ずっとなんか反転しちゃった。翻訳で、もし彼がスペイン語で答えたら、そういえばピンクゴリさんが思い出のピンク色で球体で何でも吸い尽くす化け物のゲームするらしい。何それ、面白そう、いつかやりたいですね。どこまで掘りゃいいんだこれ。ドゥン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 、おお、まだまだですね。
っち側から掘っていくか。いつか向こうに、あ、砂開通しますよ。おお、砂だ。砂じゃない、土だ。土ゾーン掘っちゃえ。謎の土ゾーン。整地してるとたまにこういう謎の土ゾーンがあるよね。アイコン変えたよ。かわいい。アイコンかわいいよ。あれ？ワン、ツー、スリー。ありがとう、どういたしまして。こちらこそありがとうございます。明かりをつけて。ご飯食べて。コモエスタ？コモエスタってなんか聞いたことあるよ。XD ってなんだろう。グッドよ。Thank you, gracias. I'm good, thank you. 地元広島県尾道市、尾道のアニメ、ポンの道、チョンポというキャラです。あら、かわいいじゃないですか。ポン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 。砂利。ほいほいほい。ポン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 。いいね、ありがとうございます。あ、パルシステムが外通りました。すべてのライブショーで私に会います。私はあなたに愛を与えます。 Thank you。 あ、もう荷物が持てないらしい。砂か、砂使わないとな。少し雨が降ってきました。土をしまって、で、これで拾う。あの石はもういいか。一旦ちょっと砂使ってきます。よっ、お、お。もう嫌い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 。やだ、来ないで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 、やだやだやだ、痛い、やめてやめてよ、もう痛い、ひどい、やー、やめてー、すごいいる今。いすぎよいすぎよ、息が持たない、にゃー、あぶにゃー。シェアありがとうございます。 Thank you、フォーヤシア、センキュー、嬉しい。よし、ここまで壁を作ればそうそう攻撃されないでしょう、そろそろ。え、嘘嘘嘘嘘、すっごい見られてる、やだやだやだ。
ガーディアンさんたち、もう嫌いよ嫌いよ、入ってこないで、なんで入ってきちゃったの。いるんでしょ後ろに。おい、こら、この卑怯者め。よしよし、勝った。いいねもありがとうございます。センキュー、いいね、センキュー。よし、次、1,2,3,4,5、ここね。1,2,3,4。危ない危ない。オッケーオッケー。お、いいね、ありがとうございます。やばい、息を吸いに戻れ戻れ。わあ、プハー、ふー、ご飯何食べようかな。ポテトフライ食べたいな、マック食べたいな。でもうちマックデリバリー来ないんだ。歩いて買いに行けるところもないし、田舎は辛いよ。タコスも食べたかった。そういえばタコス食べたいけど、タコスを食べる術なんてない。あらららら、怖い怖い怖い。食べる術なんてなかったんだ。マックも何も食えん。うちはあっちの方が近いか。勝田さん、はい、ウェルカム。痛い痛い。おお、怖かったね今。あ、スライムちゃん勝手に死んでる。ここで熱帯魚さんも、なんで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 。へいへい、天然の、わかった、きっと水流に持ち上げられて落下して死ぬんだね、おそらく。いいじゃない、天然のスライムトラップ。日本語をよく話します、よく繰り返しています。 That's good。 昆布を燃やすべきです。必要なのはなんだろう。あとは何かあったっけ。ご飯食べて。イエスはノー。うんうん。首が凝っちゃうわ。雨が上がりました。あ、2000いいね、センキュー、2000ライク、センキュー、センキュー。いいね、ありがとうございます。とっても嬉しいです。あとフォロワー1000人目指してます。本当は1万人2万人目指してます。よかったらフォローいただけますと大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。1,2,3,4。暗い暗い暗いね。やめてくれよ。全然見えん。あ、フォローありがとうございます。カズサさん、フォローセンキュー。おー、一回
息を吸いに戻る。じゃあよしよしよし、ふう、空気うめえ。やめて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 、わあわあ、いっぱい来てる。ああ、いやー、やだやだー、上から見てる。どっか行ってくれよ。変な音聞こえる。なんかあの辺とか大変そうじゃない？水抜くの全然半分どころじゃないな。まだまだあるよ。こうやって見るとほら、もう半分終わったと思ってたけど全然ですわ。息吸って、潜って、ウィー、ライクセンデュー、センキューセンキュー、ライクセンキュー。もうガーディアンと私の熾烈な戦い、負けない。やだー、わー、いた。あ、バンレイさん、バラありがとうございます。 Thank you for your rose. Thank you. ここ1,2,3,4,5、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4、おう、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4。危なくなったらスッと潜る、そして息を吸う。あー、危ない危ない危ない。いいね、とっても嬉しいです。間に合った、間に合ってない、間に合った。おい、ギリセーフ。あ、私の松明が。オッケーオッケー、ちょっと息吸って、ふぅ、松明拾って、少しで水面。ナイスーナイスーナイスー、えい、フライ、1,2,3,4,5。1,2,3,4,2,3,4。暗くてよく見えない、よく見えない中頑張ってる。えらいえらいえらい、やばい、水が、水じゃない、空気が。おお、間に合いました。目に悪いね、目が悪くなりそうですね。
シーピクルス持ってくればよかったね。無になれるやつ。明るくなってきた。バウレイさん、バラ4つありがとうございます。バラバラ嬉しい、センキュー。お、 5.8K5 minutes、 センキュー。お腹空いてる。なんでや、朝ごはん食べたじゃないですか。朝ごはんは納豆ご飯でした。いいねいいね。あれ、ほい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 、来た来たら沈めば良い。あ、でも息がもったいない。大丈夫、人参食べて、人参食べれる。あとちょっとで一列終わる。どうしようかな。ゆうゆう印の配達員さん、フォローありがとうございます。嬉しいです。こっちどうなってる。削っちゃっていいのかな。削っちゃえ。はい、じゃあちょっとホリホリ1時間ぐらいやってたので、ホリホリじゃない、水抜き1時間ぐらいやったので、水抜きは一旦中断して探検に行きたいと思います。探検の準備をしますね。ここは拠点じゃないので一旦拠点に戻りましょう。戻るためにこの石靴とかにいろいろ出たので、それを一旦拠点に持ち帰って砂は置いていく。こうやってね、丸石とか。はい、あれ、で昆布ブロック作って中にセットして、でこれもこんなにもういらないから持って帰りましょう。昆布がね、無限に取れるので。昆布をさ、焼いていけばいいんじゃないかな。はじめまして、初見です。ありがとうございます。工場桃桜と申します。よろしくお願いします。で、剣持って、クワは置いていくと。
で、いろいろ、あ、これも置いていくと。セットして。んでね、この辺のね、あ、木もさ、もうほとんど使わないから持って帰りたいな。で、鉄とか、こういう、あ、持てるかな、全部。魚置いてってもいいか、ご飯だからね。あ、で、これは、ちょっと砕いてから行くか。そうすれば、もう少し持てる。間違えてシルクタッチで掘っちゃったんですよね。夜だ。 5.4 ライク、センキュー、ありがとうございます。ラピスラズリももう持てない。ラピスラズリも使わないんだけどね、正直ね。持って帰るか。こんなもんかな、置いてくものないよね。扉も置いとくか。そしたらマイク持って、うん、ちょっと待って、ゾンビの音するな。どこ、あそこか。バカゾンビ、バカゾンビ、バカゾンビ、バカゾンビ。シルクタッチで掘って幸運さんで掘るのも美味しい。ああ、なるほどね。まあ幸運持ってきてるんでね。うん、寝るか。おはよう日本人、おはよう。ネプチューンさん、おはよう。面白いな、おはよう日本人。面白いな。あと忘れ物はないかな。最終チェック、地図は持っていかないと戻ってこれなくなるんで、地図とあとベッドと人参置いてく。まあいっか、うん、こんなもんよね。土1個置いてっても、まあいいや、持ってから。はい、出発。今は結婚して韓国人ではございません。まだ日本人です。結婚もしてません。あ、because I'm from Thailand. Welcome! Welcome! ヤシさん、hello! Welcome! 楽しい。Welcome! Welcome でございます。I'm from Mongolia Japanese Hybrid. はいはい。うん。いいね。あ、は、あ、そういうことか。そうなんだね、日本人の血が入ってるってことかな。うーん、いいですね、嬉しいですね。今日はさ、地面に埋まってる遺跡をホリホリしたいのと、あと水の中の海底遺跡でなんかいろいろ探したいなっていうのがあって。あ、そうなんですね、いいですね。うーん、完全な日本語ではない。 Don't worry、 私頑張る。楽しいね。ほら、サンゴ綺麗だよ。シャコがいるよ、シャコ。サメもいましたね。あー、そうだ、あとね、アレックスモブズに入ってるモンスターたちのせいでネザーが普段よりも難しくなってます。それはちょっといただけない。あいつら何とかしてください。
遠くからなんか自分の分身みたいなの投げてくるモンスターがいて、ちょっと本見るか後で。あいつ本当に嫌だ。ガーディアン並みに嫌だ。あ、フォローありがとうございます。ネプチューンさん、センキュー。フォローセンキュー。キムシも日本語できない。できてるんだな。漢字まで入れて完璧なんですよね。え、ほんと漢字とかさ、カタカナ織り交ぜて普通に文章書ける。日本語、もともと日本語じゃなくて日本語勉強して、それができるようになった方って本当にすごいと思う。日本人だって大変なのに日本人はその言語だけを小さい頃からさ、叩き込まれてさ、いっぱい勉強して、それでも使いこなせてないのにさ、すごいよね。ネップさん、ネップさん、センキュー、ネップさん。あの顔鳥肌立った。ほんと蚊も怖いし、あとね、ほんとなんか投げてくるやつがいいの。何かをこう溶岩の上でさ、丸石の道をうわーって作るじゃないですか。作ってると下から投げてくるんですよ、物を。でそれが飛んできて、でブンって弾かれて下に落っこちそうになるの。まだね、まだマグマダイブはしてないんだけど、そのうちマグマダイブする。もう怖い怖い。帰ってきた。クジラが待っている我が家。あったかい我が家。妖精も待っている、待っている。帰りたい帰りたい。あったかいご飯が待っている。ている。さあ、戦利品を仕分けします。手動です。同じとこ何回も開けると思います。スライムボール20個、嬉しい。ここ何があったんだろう。何かがあったのになくなってるの気になる。ラピスラズリ、ラピスラズリもういらない。鉄はここにポン。ほんでもうね、これももういらないから海に捨てます。ポン。木、石炭、石炭は1個持っていく。で、海洋探検の地図は置いて、ベッド持って、剣も持って、石は置いていくか。で、中に入ってる、これを全部しまっていきます。あ、村人ガチャもやんなきゃね。昨日外れ、昨日じゃない、一昨日か、外れた村人まだ生きてるな、あいつ。なんで石なんだろう。石だ。安山岩と石って見分けがつかない。あと砂利も、あ、もうこれがいっぱいですわ。あー、もういっぱいですわ。もう二人もね。モーさん、ミーム。ミームって猫ミームしかわかんない。ドゥビドゥビダバダバ。さあ、準備は、待って。人参持って。あと、あれ？私、ほら、あ、これ何？エンシェントタートって何？あとそうだ、本も読みたい。本どこにしまったっけ。あった。ちょ、これ読んでいいですか。さあさあ、いろいろ見れる。こいつ、コモドドラゴンは世界最大のとか。あうわあ、ミームミームミーム。
人間と動物を同じように食べ物とみなし、ほとんど全てのものを攻撃します。共食いもするんだって。あ、すごい、はみ出してる。弱体したコマドドラゴン、特に赤ちゃんコマドドラゴンを攻撃します。この毒は怖かった。いいあくび。サルタウホーラさん、フォローありがとうございます。あ、すごい、見て、こんな、こういうなんかレシピとかもこの本に載ってるんだね。何こいつ、見たことない。ネザーの歪んだ森にいるんだって。火の鳥ね、サンバード、かっこいいよね、火の鳥。火の鳥攻撃すると攻撃者が地面に落ちる呪いなんだって。大変だこれ。子供ドラゴン、共食いもして大人ドラゴンになれるのはわずかしかいない。あ、本当にそうなのか、アホやな。それだけ強いってことなのかな。あ、こいついたのよ、これ洞窟ムカデ、結構でかいのこれ、びっくりするよ、アウト。これがネザーにいた蚊ですね。なんか作れるんだ、何これ。え、知能鉄砲みたいなのかな。うえうえだよね、何これ。ムースは見たことない。ヘラジカ、あ、雪にいるんだ。ワニは見たでしょ。ボーンサーペントも見た気がする。なんかさ、そう、溶岩の中にいるやつだよね。見た見た見た、すごい怖かった。何これ、耳キューブ。エンドシティだって。エンドシティにいるんだ。エンドシティ全然行けないね。ゴリラ、バナナ、バナナはジャングルの葉を破壊することで手に入れることができます。できないよ、一個も手に入ってないよ、バナナ。何これ、ワープトモコはクリムゾンモスキートの非常に危険で強力な突然変異体だって。うわー、クリムゾンモスキートが奇妙な菌類で覆われた生き物、特に歪んだキノコで覆われたものの血を吸うとこの貝に変異する。うわーうわーうわー、動いてる。うわー、何これ、うわー、怖い怖い。これ綺麗なんだよね。これまだ見たことないな、見たいな。レインボージェリー、なーにこれ。ボイドワームはジエンド、もう混ざっちゃって字が読めないジエンドにいるんだね、きっと。ダークタワーさん、そしてたまきさん、フォローありがとうございます。ね、希少いのが多い、いっぱいフォロー今日ありがとうございます、嬉しいです。なんかブルンブルン震えてんだけど、これ、あ、これいるわ。リバイアさんはそう攻撃してこないんだよね。こいつ何なの。ガスターって言うんだ。復讐心に満ちた砂、砂漠の精霊何もしてないのに、まあ、砂漠の砂取ってるけど。リヴァイさん、あとね、私これかな、あ、違うな、コズミックポットはエンドか、違う違う、なんかラブカいた、ラブカ、ラブカを見たわよ。あとさ、なんか変な生き物、あ、どれだろうな、エンドのどの子なんだ、あ、これ、あ、違うな、なんかかわいい、クロモモンガだって。白樺の森、まだ見たことないね。この子違うな、何これ怖敵対的な
コアラみたいな感じかな。なんかさ、両手にこうガーって両手を上げて襲いかかってくるやつがいるんだけど、どの子だろう。はあ、あくびが、それであくびが出始めました。お眠の時間なのかもしれません。ちょ、文字読んだりすると急に眠る。あ、これだ、いた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 、これストラドラーはストライダーの親戚ですが、ストライダーとは異なり、原木アンデルタでのみ見つけることができます。彼らは非常に丈夫で、溶岩だけでなく陸上や水中にも生息できます。しかし彼らは攻撃的です。そうなのよ、ストラドポールを発射してくる。そう、いや、ほんと嫌い、この子もっていう感じでね。あ、よ、すっかり夜、読書してる間にすっかり夜だ。あ、ごめんなさい、今は忙しいのでフォローします。さよなら。ありがとうございます。またね。グー、助かる。鳴ってない、鳴ってない、多分鳴ってない、お腹鳴ってないもん。どこにしまってたっけ。ここでいっか。あ、ここか。よし、そしたらまず自分が作りたいものが何に出てきているかを知る。本好きならあるある、本読んでたら夜になってたね。リアルでもありますよね。あ、そう、これかな。リードもう一個ね、作れる。ほら、これ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 、ほら、なんだこれ、藁作れちゃうの、いいよね。で、刷毛を作りたいんです、私は。刷毛を持っていくわよ。どこかしら、刷毛。健康入りの五平餅でした。ん？あった、刷毛。待ってね。ん？ずんだ豆腐マッシュルーム付きの棒。レシピがまだ。その可能性大だわね。あ、これか。羽と胴と棒でできます。羽も棒も胴もある。あ、ちょうど3つだ。役に立たなくてたまりまくってる胴がここで役に立つとは。3つ作れちゃうけど、どうしようか。いっぱいいっぱいホリホリする予定として、3つ作っていこう。3人しかいない。あ、4人いるわ。妖精さん元気？人参ずっと持ってるね。あいつ倒そうか。船を用意して、船、あ、そう、今日は船でね、探検に行くんで、船でも行きます。おい、こっちだよ。おーい、おいで。もしかして海渡れないの？死んだ？クジラさん？エンドラの屋敷も探しに行きたいんだよね。でもエンダーマンはまだ倒してないから、あれもない。エンダーパールだっけ？エンダーアイ。
何もない。ちょっとエンダーマンも積極的に倒したい。いませんでした。そしたら、船で旅に出るか。コンパス持ったから大丈夫。人参も持ってるね、大丈夫。で、これも持って。あったかい海の中にある遺跡がいいんですよね。なんかいいものが入ってるのね。行ってきまーす。遺跡を探すぞ。ウーパーちゃんも、ウーバーじゃなくてウーパーちゃんもまだいないか。お知りたい。いっそ、あ、やめとこう。椅子を引いたらゴゴゴゴゴっていう雑音がマイクに入りそう。千春さんフォローありがとうございます。嬉しいです。今日めっちゃフォローしてくださる皆さん嬉しい。重いか、重くない。テーブルはちょっと、そんなこと言うならテーブル引いちゃうぞ。よいしょこのさ、食卓なんですよね、ここが今いるのが。食卓だからってわけじゃないけど、若干そのデスクワークに向いてない設計というかね。なんか椅子の下にクッションを置いて高くして、でテーブル引いてちょうどいいぐらい。サンゴだらけで、あ、腰死ぬよ。無理せんで、ありがとうございます。今ねちょっと楽になりました。いい感じに背筋も伸びて、いい姿勢でやってます。足の裏もちゃんとついてるし。あれは水中に沈んだ、壊れた、なんたらかんたら、なんか漁ったのかな。私ここチェストがあるね。何入ってるかな。消滅の呪い。あ、キリ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 ってなんか変な音した。別にいらないか、鉄か。まあ、今ねそんなにねアイテムをたくさん持って歩く余裕がなくて、はい、素通りしましょう。ドゥーン。空飛んでは探した方が早いかな。あ、地震かな。あ、気のせいです。私が揺れただけ。あ、あと熱帯魚ちゃんトラップも作りたい。いろんな熱帯魚を捕まえたい。冷たい海に入っちゃった。あ、でも向こうあったかい。ずーっとサンゴ礁だよ。まあ、確かに私はサンゴとあったかい海が好きだけど、こんなにいらないよね。あ、ラピスラズリだっけ、なんだっけ。紫色のアメジストだ。アメジストのやつもまだ見つかってないから見つけたいな。まだね、全然探検ができてないね。こう、改めて、空飛んでばっかりいると。普通のイカさんがいる。空飛んで探した方が絶対早いな、やっぱり。飛びます。なにこれ？一つだけ浮いてる。で、ちょっと高いとこから飛ぼうかな。
さあ遺跡は、あ、やっぱ上からの方が全然見やすい。遺跡があるのかないのかすぐ分かるね。袖巻さんかな。いいね、ありがとうございます。あったかい海の海底遺跡を探しております。タイムリミットはあと30分。なぜならお腹が空くからです。もう昼ご飯の時間。お腹が空くとどうなるか。お腹がグーグー鳴り出します。恥ずかしいのです。お、なんかここさあ、違うか、魚がいっぱいいるだけか。まあね、こう探し出すとないんだよ。来るの初めてかな。これはみんな大好きアザラシちゃんじゃないか。アザラシちゃんと一緒に、なんか泣いてない？アザラシちゃんどうした？どうした？人参食べる？魚か食べるの？うわっ、泣いた。アザラシは魚だよね。人参食べないよね。ヒゲか、これかわいい。アザラシはやっぱりかわいいな。ももちゃんが来て生命の危機を感じ泣き出した。なんでよ、取って食ったりしないわよ。餌あげるっつってんのに。あ、ピラミッドだ。行ったことあるかな。ちょっと見てみようか。行ったことないかも。死ぬなよ、絶対に死ぬなよ。ベッド置いて一応。湧き潰し大事だから。怖いからモンスターね。怖いな。どの辺から掘るんだったっけ。あ、えりむきさん、あ、か、かなを振ってくださった、ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。ポッポ、わかった。やりたいことを思い出した。松明を作ります。で、この辺から掘ってみる。ようさん、こんにちは。シェアありがとうございます。はい、安全確保よし。よし、腐った肉多め。うわ、蜘蛛の巣多め。腐った肉多め。腐った肉多め。なんだよ。金の馬鎧。なんだよこれ。ちって。お、ようさん、今日休みいいですね。もしかして、もう飲んでたりするのかしら。
はい、無事に来たー。ここ落ちるんだっけ。もうひどいよ。よし、帰ってきた。もうポッケパンパンになっちゃったよ。これ捨ててもいいな。また拾っちゃったよ。そうだよね。ねえ、ももちゃんでもないし、朝から飲む人いるわけないでしょ。そんなこと言っていいのかな。飲んでるかもしれ。あ、え、なんであんなとこにいるの、あいつら。もしかしてこのタイミングで襲ってきたのかな。よかった、村人がいないところにいて。さあ、遺跡を探したいところだが、遺跡に見えるのがだいたいサンゴっていう、サンゴが多い。なんでバレた。ほら、飲んでた飲んでた。いいなぁ。やっぱり休みの日はね、朝から飲みたいですわよね。これは村ですか。なんだあれ、なんか遺跡っぽくね。え、遺跡か、なんか海底遺跡じゃないこれ。ほら、怪しい砂が なぜか。どういうことなんだろう。あ、え、違う、間違えた。こうか、カシャーンだって。何取れたの今。石炭。え、石炭しか取れない。でも海底遺跡が、あ、ヘビ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 。ヘビは全力でやります。あ、これもそうだ。インモラル学園さん、フォローありがとうございます。お、なんか石炭じゃないっぽい。はぁ、木のクワだと。ろくなもんがないよ、ろくなもんがねー。どういうこと。あ、上に物が乗ってるから。全然いらない、何にもいらない。でももらってこう、しょうがないな。石の子はいらないな。一個無駄にしちゃった。土の子もうちょっと掘ってみるか。この下から出てくるかもしれない。あ、出てきた。これそうだよね。お、なにこれ、なにこれ。あ、卵じゃない。で、出たスニッファーの卵出た。これを探しに来たんだよ。嬉しい。出たよ、卵。早、やったー。いや、さすが私、運には自信があるけど、すごいね。そう、卵を探しに来たの忘れてた。忘れてたのに出てくれて嬉しい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。やったー。文句言ってごめん。なんもないとか言ってごめん。お、埋まってる。待って、ここ、これ怪しい砂だ。さすがうんこ桜、さすがでしょ。これも木のクワじゃね。いらんって。お、出てきた出てきた。そしてなぜか水中神殿、水中遺跡なのにね、出ちゃってるっていう。あ、宝の地図だって。もらっていくか。え、なんかさ、宝の地図これなんだ。
お金、ね、いらないもん捨ててくる一旦この辺で。ぽい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 、よし、こんなもんかな。ナイス、センキュー。これ何、またお金、お金もいいよ、嬉しいよ。こことここもか。なんだこれ、金塊か。ポイ捨て悪い。あ、これなんか、おおおお、壺のかけら、やった。もうちょっと掘ってみようかな。さすがにもうないかな。ないか。やった、でも嬉しいな、卵、黄身具嬉しい。もしかしてこれも、あ、ある。ちょっと待って、ヘビいる。ヘビ怖、音が怖いよ。ヘビガラ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 って、ごめんね寝てるところ。危険なので駆除です。駆除対象なので、はい。危険なのがいけない、危険なのがいけない。あいつ噛むから、噛むと腫れるから。踏んだ人が悪い。まあそう、そうだよね。本当に申し訳ないけど、でも怖いから。これやるか。なんだろう、なんだろうこれ。くわ、ほい。夜よ、夜よ、寝て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 。はい、楽しい楽しい。怪しい砂に注意。あ、あそこにもある。あ、中にもあるね。もうちょい掘るか、この辺も慎重に。ないね。これはオレンジの砂。さあ取るわよ。な、なんだこれ。なにこれ。小麦？小麦っぽいな今の。うん、石のクワじゃない、木のクワ、いらない。あとはあれ、これだけだっけ。これだけかーい。もうちょっと下に掘ってみようかな。あ、怖いの。あ、あ、あ、これえ、わかんない、どっちか、わかんない。なん、全部それに見えてくる。あ、これそうっぽいな。あるね、あるね。あ、待って、先に削った方がいいかな。これか。何が出るかな、何が出るかな。石炭。ドゥルルルンドゥドゥルルルン。石炭か。
という間にポケットパンパンだよ。ピラミッドなんて寄るから。チェロコッタ、あ、わかった。砂岩を捨てよう。なんかよくわかんない。あ、これもそうっぽいな。あー、ここにもあるよ。すごい。砂岩とかはね、いらないんですよ。必要な時に集めに来るから。あるじゃん。いや、これいらないやつ。あー、拾っちゃった。これなんだ。ドゥルルルンドゥンドゥルルルン。これ何？いっぱいある。お、エメラルド。そして、あ、また卵きた。2個目。はあ、2個目よ。壺のかけら、いらない。これで夫婦関係増やせるのか。土の上で、砂の上がいいのかな。あ、違う、土の上。お、チェスト出てきた。お腹が減ってきた。何食べようかな。作んなきゃいけないのか。じゃん、また宝の地図。宝探しに行くのも悪くはないね。ふふん。いや、いいところ見つけた。よかった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 。宝の地図ちょっと見てみようかな。2個あるけど同じってこと。え、どういうこと？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 同じところになっちゃったよ。どういうこと？これどういうこと？宝の地図じゃないの？え、何？地図4と5になっちゃった、ただの。どういうことなの？ただの地図になっちゃった。ただの地図だったのか。なーにが宝の地図だ。騙されたぜ。あー、出発。でもいいや、目当てのものは手に入りました。ゆえゆえ、あとはあれだな、埋まってる遺跡を探したいよね。どっかで見た気がしたの、これっぽくないっていうの。これ絶対っぽくないっていうのをね、どっかで見たんだけどね、それどこかはわからないね。あとここ結構あれだわ、海底神殿の近くだった。多分向こう方面に行けば神殿に行く気がする。これ目印なんですよ、この石と溶岩。むつみさん、いいねありがとうございます。いいねが4600、いっぱいありがとうございます。いや、よかった。早速スニッファーの卵をなんとかしたいけど、うち岩でゴツゴツしてるからな。どこもかしこも土を敷き詰めますかね、どっかに。どっち帰るので、よし、帰ろう帰ろう。全然違う方角に向かってました。おいしいおいしい
狩り場でしたね、今のところは。さんはお昼ご飯何食べるんだろうな。何食べようかな。美味しいもん食べたいな。うん、でも昨日ね、王将、餃子の王将で唐揚げと麻婆豆腐食べちゃいました。お、シュモクザメがいっぱいいる。今日は質素にラーメンかパスタかな。麻婆、餃子の王将の麻婆豆腐美味しくて、まあただ結構量があるので半分ぐらい残して、で夜ご飯はそこにあの刻んだナスを油で炒めて、でその麻婆豆腐、残った麻婆豆腐絡めて夜ご飯に出しました。うちの両親、うまいうまいと食ってました。え、肉豆腐とガーリックチキンをね、 お酒でいいな、最高じゃないですか。マボナス美味しかったです。これもあれか、壊れたネザーゲートかな、遺跡っぽいか。これはでも行くとしたらどっからだろう。遺跡っぽいけど、あそこからか。行くとしたら遠いな、だいぶ。一旦帰るか。あ、あの水柱は、リホさんじゃない、リノさん、こんにちは。リノさんでいいのかな、読み方。いらっしゃいませクジラさんたち、ただいま。で、謎なんですけど、全然あのなんだろう、倒してるわけじゃないのにゴーレムが湧かなくなっちゃいました。うちなんでだろう、湧いてないように見えてどっかにいるのかな、地下にいるのか、なんかいないんだよね。一時期あんなにうじゃうじゃいたのに、どこ行っちゃったんだろう。スニッファーさんたちをどこにしましょう。この辺を全部土にしてやるか。あ、そう、もこのもっと便利。そう、ヘリコプターいいでしょ、めちゃめちゃいいんですよ。スニッパーさんたちのためにこの辺一帯を、そうよね、この辺も全部石だもんな。あんまこっちに行くとね、コモドドラゴンいるから危険極まりない。おい、ただいま。それはおいおいやっておきます。子供ドラゴンじゃないもん。ゴーレムって村人が恐怖した時出る？いや、なんかね、絶対に恐怖してないのに勝手に湧くこともある、あって、一時期も本当にうじゃうじゃいたの、いなくなってしまった。全然なんで、やっぱ恐怖してないからかな。それだけ私の村はもう安全に守られてるってこと。ももちゃんが恐怖の対象だったから。
じゃあ私がここにいたらそのうち湧いてくるのかな。そうだよね、私村人を閉じ込めたり間引きしたりして、間引きってなんだ。地図いらないんで捨てます。さよなら。この石の斧もいらないんで捨てます。さよなら。あれ、あった。ブラッシュは一応持って、あ、こん中か。燃えてるのかと思ったけど燃えてはいないね。そうだ、いろいろ拾ってきたんでした。金のヘルメットはネザー用に一応取っておこうかなっていう感じです。なんかさ、イカスミ買ってくれる人いたよな。買ってもらおうか。予備。なんかもうごちゃごちゃだよ。何がどこにあるのか分かんないよ。もうスニッパーの卵は右上に入れとく。それを利用して鉄を回収する。あ、そう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 、鉄のトラップはそうなの。あのね、村人と一緒にねゾンビを閉じ込めて、そうなの、効率的に出すんですよ。そう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 、なんだっけ、ゾンビ入れて驚かすのはなんだろうな、効率を良くするためでもある。ほっといてもね、ゾンビ出る、あ、ゾンビじゃない、出るんですよ、ゴーレム。ほっといても湧くんですよ。村人の心はもう壊れて恐怖を感じれない。あ、それかもしれない。そういえばあなたは後で静粛とか。まだ生きてますまだ生きてます、言い方。海の記念碑にあるアキロットル農場はどうですか。何ですかそれ、かっこいい。うん、さて、あ、待った、ベッド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 を持っていかないと。大丈夫、なんでもなかった。ジャングルとかタイガとかなんかそういうところにぴょこんとね、なんか砂利だったり、あとカラフルな、なんだっけ、カラフルな、名前が出てこないや、カラフルなねブロックがピョンって出てるところの下を掘ると遺跡が出てくるんです。それを探したい。この辺はないかな。歩いて探すよりこっちの方が早い。でも木にさ、あぶつかるぶつかる、木が邪魔して見えないはあるな。でこっちはキノコでしょ。違うよね。あと白樺にもあるって言ったかな。これなんだ、ただの土、ただの土だよね。あるといいな、その辺に。メサ、あ、そう、メサにある、あれなんていうんだっけ、メサのブロックってなんとかストーンみたいな名前が出てこない。あ、あれ、青い鳥だ、妖精さんかと思っちゃった、うちから逃げたかと思った。
パワーストーン、だ絶対違うな。ハチさんだ。ハチさんいますね、この辺。ハチさんも欲しいわ。インフィニティストーン、違うね。あ、あんなところに壊れたネザーゲート。あ、カメ、カメ初めて見たかも。カメさんじゃないですか。あ、カモメがいるな。カメさんだ。カモメだお。あれはカボチャか。ないわね。おお、高い山。あ、沖島もあるよ。雲より高いよ、ここ。なんかあんのかな。なんもないや。なんもね。高っ。怖っ。カメ、こないだ見てた？覚えてない。あ、違う違う。あのね、ちっちゃいカメさんと、もともといるカメさんがいるんですよ。モットのカメさん。こないだ見てたのはモットのカメさん。今見たカメさんは、バニラでもいる、もっと入ってない時でもいるカメさん。よかった、覚えてた。覚えてます。大丈夫です、安心してください。覚えてます。よかった。めちゃくちゃ焦った今。そうなんですよ、何種類かいるんですよね、あのもっと入れてるから。めちゃくちゃ焦ったわ。全く記憶にないやと思った。カメ人間食う。フラミトちょうだい。ダメです、あくびが出始めた。これ夜ご飯食べ、あ、夜ご飯じゃない、昼ご飯食べたら寝ちゃうコースだな。もうちょっと活動していたい。お、そうなんです、赤耳カメ。そうなんですよ。すごい竹ゾーンがすごい。パンダいた。お、なんだあれは。ただの、あ、あれか、ツツジだ。何の乗り物ですか？これはジャイロダインという乗り物で、エアクラフトモッドの中の乗り物になってます。エアクラフトモッドは、ね、いろんな乗り物作れるので、もうね、マイクラが、まあ、苦労するマイクラが好きな方はちょっと難易度下がってつまらなく感じるかもしれないですが、私からするともう神の乗り物ですね。これがないともうやれないマイクラ。初見です、いらっしゃいませ。北条桃桜と申します、よろしくお願いします。カモメがいます。カモメは私から人参を奪っていきます。今人参取った？タイキーさん、フォローありがとうございます。オラー、おはよう。バイビビビセンスさんかな、バイセンさんかな、一緒に昼寝し、今夜はカラオケスナックももざくらです。そう、夜のためにね、お昼寝しとくのもいいかもしれない。まあ、フォローとっても嬉しい、コメントもとっても嬉しいです。フォロワーを、1000人、ゆくゆくは1万人、ゆくゆくは100万人目指してます。
ローいただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。なんかいるな、あそこ。オウムかな。あ、やばい、ここ燃えちゃうな。ゴリラがいっぱいいる。ゴリラ多すぎなのよね。なんかこのワールドは本当に私の欲望を詰め込んだワールドになってるな。ゴリラゴリラ多すぎない？さすがにシルバーバックだらけなのよ。過去にいろんなワールドでやってきてさ、いろんなサーバーでやってさ、最初にやったあのサーバーはサンゴもあったかい海もなかなかなくて、めちゃめちゃ遠出しないとなくて、で初めてモッド入れてやった時はさ、遠くからゴリラ連れて帰ってきたのに墜落させてね、星にしちゃったりしてさ、今まで手に入らなかったものがたくさん、あ、コモドドラゴンだ、たくさん手に入るワールドになってる。思いが通じたのかな。またまたゴリラ、ゴリラはもうゴリゴリラ、ほんとよね、ひどかったよね、ほんとに。あっ、ここ怪しくない？あ、ただの砂か、怪しくないよ全然。コモドドラゴンいるしね。無理無理、 YouTube バンされてもしゃあない。バンされてませんから大丈夫ですので。ここってジャングルじゃないのかな。ジャングルだよね、ゴリラいるもんね。あれなんだ、あれなんだって思うと大抵ただの牛なんだよな。コモドドラゴンめっちゃいる、この辺。アリの巣でしょ、あれは。なかなかないね、遺跡。歩いて探すのがいいのかな。空飛んでもなかなかいないっす。すごい、砂地にアリの巣だ。よし、帰ります。いいね、ありがとうございます。このあとお昼ご飯食べるので一旦やめて、でなんか今日はね金曜日で、お母さんがねちょっと途中で帰ってくるみたいなこと言ってたので、親フラ恥ずかしいので。あれ何、スカンクか、スカンクだ。午後はちょっとやらない可能性は高いんですが、まあ、早めに帰ってきて早めにどっか行って、私の肩が痛くないとか元気だったら午後もやりたいなみたいな感じです。でも寝るかもしれないし、わかんない。頑張り、夜は20時30分からカラオケスナックの野田倉をやるので、そちらは皆さん来てください。皆様のお越しをお待ちしております。アリの巣でした。ないね、歩いて探そう。すごい竹林、今日からビールフェスが都内で3カ所ある。めっちゃいいな、ビールフェスってなんて素敵な響きなんだろうね。全人類が幸せになれるビールフェス行きたいぜ。ビールフェス、わかった、もうビール柄のあのオブジェクト立てよう、巨大ビールの。あ、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。
何食べよう、何食べよう。パスタ、パスタかな、パスタ、パスタ、パスタかラーメン、パスタどうしよう。美味しいパスタソースをね、いただいたのでパスタ食べようかな。また変わった？何が？メニュー？何のメニュー？ももちゃん、バドガールコスとかやらねえか。バドガールかっこいいよね、かわいいよね、あれね。でもなんか超スタイル良くないと絶対似合わないよね。あれ着てる人すごいな、羨ましいな。昼飯か、昼飯のメニュー。ああ私ねそうだよ、マック食べたいだ、タコス食べたいだ、存在って結局ラーメンかいみたいなそんなもんだよね。はい、ただいま。まだ残ってる、あの捨てた地図とかもういいのに。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。今日の夜カラオケスナック楽しみにしてます。皆さんよろしくお願いします。じゃあまたね、ありがとうございます。昨日マックの月見バーガー食べた、いいな。そう、女心はコロコロ変わるんです。お昼ご飯に食べたいものコロコロ変わるんです。お疲れちゃん、またね。一緒にパスタ、みんなでパスタ食べますか。じゃあね、ありがとうございました。また今夜、お疲れ様です。